いいぜ。いざどうだ。受けてみろ、守れ竜よ、天高く。見えたぜ、俺のコスモよ。ユニコーンキック。いいぜ。草に構えてんじゃねえ。受けてみろ、登れ竜よ、天高く。受けてみろ。どうだ。行くぜ。ユニコーンギャップ。このジャブがいの一番に相手になってやるぜ。いいぜ。くわえてどうだ。これだ。ペガサス流星剣。どうだ。おりゃ。いいぜ。受けてみろ。これだ。くらえ。いざ参る。これだ。俺に任せとけ。高まれ俺の心よ。ほらユニコーンギャップ。いいぜ。いざに構えてんじゃねえ。はあ俺に任せとけ。ペガサス流星剣どうだ。ほらこれでも食らいな。おいおい大丈夫かよ。車に構えてんじゃねえ。受けてみろ。はあとは貴様。この身を八つ咲きにされようと俺はアテナを守る。Something seems to have got Shinnon riled up. Let's go over and see. You will come across all manner of saints in the campaign. They are all powerful, but each also carries their own past, which may not always be so cut and dry. You are now in Shin's dream. Help him defeat the demons in his nightmares and become his friend. Kura! Izan Kirasa! Ore ni makase toke. Dia! Ukete miro. Ukete miro. Yep. Hora!帽子の肥沃とどめだ。帽子の肥沃いいぜ。いざ参る。俺に任せとけ。はあ俺に任せとけ。心のコスモよ奇跡を起こせ。行くぜ。ジェーンとどめだ。帽子の肥沃怒りの鎖。いいぜ受けてみろ。行くぜ登れ竜よ天高く。受けてみろ。どうだ見えたぜ。はあ怒りの鎖消えろ。リーグチェーン。おいおい大丈夫かよ。くらえさあ行くぜ。ほら流星拳てめえらの思い通りにはいかせねえ。この十風穴の奥にブラックセイントたちがいる。洞窟内の道は複雑だ。手分けして進もう。鈴の音でお互いの居場所を確認しよう。どうして兄さんがああなってしまったかわからないけど好きにしろ。だが一騎は裏切り者だ。力に訴えねばならん時はくれぐれも邪魔をするなよ。キキ、紫龍がここへ来たらこの鈴を渡してやってくれ。鈴の音を頼りに合流できるように。わかった。でも紫龍が生きてここに来られるかどうか。じゃあな、先に行くぜ。十風穴の奥で会おう。任せておけ。ブラックセイント、一騎も近くにいるのか。いいぜ、いいぞモンスター。俺に任せとけ。昇竜派行くぜ。行くぜ。これでも暗いな。何くらえ。いざモンスター。はあ、受けてみろ。これだ。そうだ、見えたぜ。このジャブがいの一番に相手になってやるぜ。ばっかじゃねえのか。近くに一騎のコスモを感じる景色に見とれている余裕があるのか。お前はブラック4のブラックペガサス。あまり遅いのでおじけづいたかと思ったぜ。ブラックペガサス、お前がゴールドクロスのパーツを持っているのか。それを聞いてどうする。ゴールドクロスは渡さん。くらえ。受けてみる。クラスター。俺に任せとけ。俺竜よ、天高く。受けてみろ。はあ、行くぜ。これでも暗いな。いいぜ。受けてみよう。行くぜ。勝った。これだ。心のコスモよ、奇跡を起こせ。ユニコーンギャロップ。おいおい、大丈夫かよ。口では誰でも強がりが言えるもんだぜ。さすがはサンクチュアリで特訓を受けたセイント。ここまで強いのか。まだ回復しきっていない体でここまでやれるのは紫龍が届けてくれたクロスのおかげだ残念だが一騎様のところへなどたどり着けん。やがてお前は知るだろう。このブラックペガサスの必勝の剣、国士剣の恐怖をな。逃げ出さなかったことを褒めてやる。最後の勝利は一騎様のものだ。ゴールドクロスの翼、返してもらったぞ。このまま一騎のところまで突き進む。なんだ、急に苦しくなってきた。体の中で炎が燃え盛っているようだ。一体どうしたというんだ。ブラックペガサスの話は本当だったのか。おかしい。体がだるい。ブラック流星剣を受けた場所がうずくようだ。まさかブラック流星剣はクロスを通り抜けて体を破壊するのか。体が燃えるようだ。うわあ、せいや、しっかり。シュウ、ありがとう。引き上げてくれたのか。体中に黒い斑点がこんなにたくさん。一体どうしたんだ。そいつは国試験にやられたのだ。もはや 1,2 時間の命だ。ブラックドラゴン。洞窟に入った後ずっと影から監視していたみたいだけど、僕の誰にも気づかれていないと思っていたが、さすがネビュラチェーン、噂通りだな。だがそんな戦術に頼るまでもない。私一人でも君を始末できる。暗黒の中にもう一人敵が潜んでいるのか。行け。ブラックドラゴンは2人いたんだね。それは私の兄だ。目の見えぬ兄はこの暗闇の洞窟では伏竜となって敵を欺くことができるのだ。君は実の兄が目の前で倒されても助けもしないのか。残念だが我らブラックセイントはそんな情けは持っていない。違う、この感情があるからこそ僕たちの命もやることも全て意味があるんだ。君は仮にも一騎様の弟だ。おとなしく十風穴から出てゆくなら見逃してやろう。そうだ、そして国試験から聖夜を救う方法も教えてやろう。それともここでお前を倒し聖夜を救う方法を聞き出すかだ。大丈夫だ。危ないところをムーが救ってくれた。愚かな。見たところ立っているのがやっとではないか。確かに回復はしていないが、これが友情というものだ。お前には理解できないだろうがな。このブラックドラゴンがここに葬ってやる。俺に任せとけ。行くぜ。この身を八つ裂きにされようと俺はアテナを守る。私を倒したとしても、紫龍、君も死ぬのだぞ。私にはわかるぞ。君は体内の血が極端に足りない状態で昇竜派を撃ったな。友情のために命を捧げろというなら望むところだ。ブラックドラゴン、そちらも約束を守って聖夜を救う方法を教えてほしい。君のような男がいるとはな。よせ、それ以上動くと死ぬぞ。一度目の急所を新王点をついた。これで君は死ぬことはない。なぜ最後の力を俺のために。君たちと戦って私も変わったのだ。私も信じてみたくなったからさ。君たちの言う友情とやらをだが、少し遅すぎたかな。紫龍、大丈夫か？大丈夫だ。奴は俺を救ってくれただけでなく、聖夜を救う方法も気づかせてくれた。セイントの急所である生命点をついて国士圏の悪い血を抜き取るのだ。そうすれば聖夜は助かる。ブラックドラゴン、敵として出会っていなければ。ふん、ようやく来たか。ブラックスワンからお前たちの技は伝わっている。まとめてかかってこい。どういう意味？僕たちの技を兄さんが全部知っているって。そうだ、ブラックスワンが俺たちの技を残らず調べて一気に伝えたのだ。だから今の一気にはなおさら歯が立たない。ヒョウガ、大丈夫か？大丈夫だ。幻魔剣を食らって気を失っていただけだ。よし、じゃあ一斉に攻撃を仕掛けよう。一気を倒さない限りおとなしくゴールドクロスを返してくれそうにない。これ以上みんなを巻き添えにはできない。兄さん、僕は兄さんと戦うために来たんじゃない。命を捨てる覚悟で来たのです。僕と修行地を交換したせいでこうなったのなら、どうか僕の命と引き換えに昔の兄さんに戻ってください。ふん、敵を前にして戦わず降伏するというのか。お前のような軟弱な弟など。みんな地獄のような苦しい思いをして帰ってきたんだ。それを一人だけいじけやがって、この弱虫め！黙れ。さあ、4人一度にかかってこい。一人ずつでこのフェニックスに歯が立つと思うな。いいぜ、いざ参る。登れ竜よ、天高く。これだ。行くぜ。ユニコーンの究極見せてやる。いいぜ。せいや、食らえ。ロザン、昇竜派。涅槃の火。ほら。おりゃ。フェニックス最大の奥義、宝翼天章。行くぜ、死に損ないめ。くらえ。受けてみよさ。俺に任せとけ。ペガサス流星剣、見えたぜ。ユニコーンキック。お前は誰に口を聞いてるのか分かってるのかよ。全員が束になってこの程度の実力か。それで俺に勝つつもりだったのか。違う。愛も友情も涙も全て捨てたお前が勝つ術は何もないんだ。少子、お前らごときフェニックスの羽ばたき一つで消し飛ぶわ。兄さん、俺が氷の壁で幻魔剣を跳ね返した。一騎は自分の技を食らったのだ。もう辛い思い出に浸った。憎め一騎よ、全てのものを憎むのだ。お前を身代わりにした弟を憎め、お前を孤児にした親を憎め、お前を不幸にしたグラード財団を憎め。憎しみこそがお前を強くする。